ウォークマンフォーン X ミニ i はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。製造型版は W65S。小型、軽量、音楽機能への特化が特徴である。デザインは海外向けのソニーエリクソン端末に近く。 スライドを閉じると携帯電話というより、ポケットサイズのデジタルオーディオプレイヤーのデザインに限りなく近くなる。ソフトウェアは、KCP プラスを採用している。ただし、グローバルパスポート GSM およびグローバルパスポート、CDMA にはそれぞれ対応していない。X ミニ発売以前のソニーエリクソンの音楽、再生特化端末の故障は、海外では、ウォークマンフォーン。 日本ではウォークマン携帯が使用されていたが、この端末からは日本国内向け端末もウォークマンフォーンに統一された。既存のウォークマン携帯よりさらに音楽再生機能に特化した音声用端末。発売時、同キャリア向けの KCP 対応音声用端末としては最小かつ最軽量だった。約 4GB のフラッシュメモリが内蔵され、 そのうち約 3.5G バイトを音楽データの保存に利用することができ、既存のチャクータフルの場合、約2300曲を保存できる。ミュージックプレイヤー使用時の操作は、スライド上部にあるタッチセンサーキーで行う仕様で、本体を閉じたまま曲の再生、停止や早送り、早戻し、曲送り、曲戻し、音量操作など、基本的な操作をすることができる。 アルバム選択等の操作の際は、スライドをオープンしてのキー操作が必要となる。ソニーのクリアオーディオテクノロジーを採用し、最大ビットレート時で、かつ一曲あたりの演奏時間が6分未満の、バー AAC320kbps による高音質の携帯電話向け、新音楽配信サービスの Easy 着歌フルプラスに対応する。 一曲あたりの演奏時間が6分以上の場合は、最大ビットレートが 256kbps 以下に制限される。本端末には、充電スタンド用の給電用の接点は装備しておらず、充電用スタンドは付属品及びオプションに関わらず、用意されておらず、AC アダプタを本体のコネクタに直接刺すことのみが充電の手段となっている。また、 プリインストール着歌フルプラスとして、リズモのテレビ CM 及びオグリシュンが出演する本端末のテレビ CM でも使われた、高田組の Stay With Me がプリインストールされている。近年の日本の携帯電話市場では、3.0インチ以上の液晶及び UKL かつ、VGA 以上の解像度を持つ大型、高精細なメインディスプレイを搭載する機種が増える中、1.8インチ、 クベガという小型の液晶メインディスプレイを搭載している。質量は 75g とスマートフォン、スマートブックを除く既存の AU 向け音声用端末としては2015年9月、現在の時点において最も軽い。携帯電話における音楽再生機能に特化したこともあり、カメラ、GPS、Easy ファリサは省かれている。Bluetooth に対応しており、 A2DP プロファイルによる音楽の鑑賞も可能である。以前のモデルである W52S と同じくソニーの大口径 13.5MX 高音質ステレオイヤホンが付属品として含まれているほか専用デザインのネックストラップも同梱される。ただし W31S 以降の音楽特化モデルに伝統的に付属してきた マイク付きミュージックコントローラーは付属せず、通常の平型や本変換アダプタとなっている。2009年春モデル以降より、型番改変が行われたため、既存の CDMA1XWIN シリーズの W00、バンダイとしては最後に新規開発された機種となった。2009年2月18日に以下の変更と不具合の修正が、携帯アップデートにより行われた。 同月25日に、下記の修正を携帯アップデートで配布した。ありがとうございます。